4番さんも6番さんの放送見てるんでしょ。まあ4番さんが6番さんの放送見てたから見てないでしょ。7番さんが言ってる放送とは何でしょう。ニコニコ動画とかやってるんですか。ねえ、真面目マジコってこれ、マジ大丈夫かこれ。お願いします。なんか人狼来そう。オーマイゴネス。よっしゃー。でも6番。はい、皆さんおはようございます。真面目不良でございます。そうですね、初っ端、進行論とか語ってもしょうもないんで雑なぐりをしていきたいと思います。真面目マジコかぶってます。はい、黒です。以上です。おはようございます。無理だろ。真面目マジコです。6番さんに黒出しされましたが、真面目なんであんまり返す言葉ありません。村人陣営です。皆さんの役に立てればなと思ってます。以上です。どうしたんですか、その声。おはようございます。発言してください。はい、自分使用させていただきます。占い師で左隣3番さんを占って白でした。うん、一応自己紹介していきますかね。自分レーニンです。ロシアの革命家で政治家です。ちょっと調べるか。お疲れ様です。はい、使用あります。自分が真の占い師です。はい、4番さん占って白と出ております。ということで、はい、2番さんは人外確定となっております。一緒に寝ましょう、これ終わったら。はい、いや、ハゲ取るやないかい。すごい頭良さそうでした。それぐらいしか印象なかった。1924年1月21日、はい、まあ、死亡って書いてあるけど、まあ、おはよう、アイクン姉さんが起きたわよ。まあ二と三が占い師しようということで、フラットに見ているわ。雑投げするとしたら6番、あんた不良ね。私が教育してあげるわ。はい、2周目回ってきて、8番さんと、4番さんと5番さん、あっち系、把握しました。そうですね、占いはフラットに見ていいと思いますが、レーニンさんの、ちょっとあのググりました。レーニンさん、ロシアのちょっと革命家知らなかったんで、ですね、グーグルによれば1924年、1月21日に死亡してるんですね。なので、あなたは、革命家でもなければ、レーニンでもない。うん、偽確定ですね、これ。うん、それで相方を探すとなると、まあ、3番さん新目で私は見て4番は隠しろ。そうなってくると、1番さんの雑殴りで7番さんが抜けていた。これ177あるんじゃないかなと思ってますね。まあ、理由がね、なんかよくわかんなかったらもう1番釣りでもいいかなと思ってます。はい。そんな感じですかねってことなんだよねってこと。はい、以上です。で、なぜか3番さん死において4番さんとのライン繋いできた。俺全然46ラインなんじゃねえかなと思ったし、45ライン全然俺になってた。でも5番さんに関して言うと、5番さんすごい考察伸びていたから、今日の釣り位置ではないと思う。あー、って考えるとグレー位置であれば、今のところ俺6番さん怪しいなとは全然思ってます。釣り位置としては6番さんです。以上です。はい、おはようございます。どうしたんですか、その声。ちょっとトイレ行ってて真ん中聞けてなかったんだけど。そうですね、まず6番さん、僕レーニーの魂でございます。そこ把握漏れ、ちょっと黒っぽいんじゃないか。うるせえお前、レーニーだっつっただろお前。まあ冗談でね、6番さん逆にそんな冗談言える風な余裕もあると思うんで、ちょっと白っぽく見えました。はい、お疲れ様です。そうですね、6番さん7番さんの、そうですね、二大勢力なのかな、よくわかんないですけど、6が7、1って言ったのかな。で、9番が、それに対して1、うん、便乗し、7、うん、はい、正直、ね、2周目の発言だけど、全然皆さんの、ね、色が、二大勢力に見えました、すいません。はい、2番強靭だとして、二人狼ですね、うん、どちらかの派閥にいるんかなぐらいで、うん、思いました、うん。ちょっとね、私、グレーになってるから、愛子お姉さん、本気でいくわ。自分的にグレーっていうか怪しんでるのは9番さん。何でも分かんない分かんない、片付けちゃダメ。絶対そこはダメなの。うん。で、次の日、占いローラーで行こうって思ってるのかな。そこ、2人しか出てないから意味ないと思うわ、私的にね。
うん、私的にね。うん、で、2番さんが俺を愛しんでるのかな。俺って言ってた。私。それはちょっとやめてほしいよ。まあ、1番さんが諦めちゃってる。諦めないで。今日ちょっとキャラ崩壊したよ。チャンスはあるわ。一瞬キャラ。基本的に今日は9番さんを釣ろうと思う。皆さんの考察聞いて、怪しいなと思ったの7、9、1。で、7番さんに関しては僕の考察が伸びてたって言ってましたけど、俺伸ばした記憶ないんですよね。すいません。はい。で、9番さんに関して、1番が怪しいみたいなこと言ってましたけど、1周目の発言だけで分かったんですか？いや、それ最強じゃないって思っちゃうよね。普通に場面見えてんのかなって思っちゃった。だって9番さん目線だってもう1番さんに関してはもう一周あったんだからさ、分かんなくないって話っていう件で僕は791これを押しています。投票を始めてください。オラじゃないぜ。いやマジで71だなこれ。7は1に触れてないし、4にしか片白にしか触れないでしょ。把握漏れ17ラインあると思うけどな普通に。9番プレイヤーが選ばれました。昨夜死んだのは2番を噛むってことはさ、これ難しいんだよなこれ。あ、僕ですね、すいません、お願いします。あ、1白で出てます。はい、2番さん殺され、これは人狼さんが僕を狂人だと思って残したんですかね。ありがとうございます。で、1白です。予想外だ。2番さんが6番さん新面見てるったかな。うん、マジ、はい、ちょっと、はい、とりあえず1白は出てますのでよろしくお願いします。聞こえないバグ多いな。7は多分ないと思う。1と7の俺は5だ。俺は5だと。お、5だ。聞こえる？これは聞こえんの？おい、なんだこのやりとり。もう一人でさ、一人暮らしでさ、お、聞こえますかとか言ってるのバカじゃねって思う。まあ、とりあえず、3が4を囲んでる線もあって、安定で言うんであれば3。で、うん、これに関してはもう多数決取るゲームだからみんなに任せるけど、グレーであれば7、1どっちか行きたいな。いやー、違う。安定で考えるんなら3ね。うん。なんでみんな俺白っぽく見えるの？よくわかんない。お疲れ。6番さん、どうぞ。番、そうですね、まあ1、2のラインを追ってたんですが、2が噛まれた。で、これなぜ2が噛まれたっていう可能性を追うと、3が狂人で4が人狼の囲いができていて、2を噛んだ傾向が結構強いんですよ。うん、正直ね、正直、うん、逆の可能性もあるけど、これの方が強いの。うん、で、僕的にそうなってくると、17をぶったたいたから、17のラインっていうのは、これでないかなと思ってんの。正直。わかんないけど。わかんないけどね。仮に。そうなってくると、5番さんは村目だから、4、8ラインで終わりかなって感じなんだけど、今日は安定進行として3番行く。で、そろそろ役持ってる人言った方がいいんじゃないかな。次、明日ら辺で。死にそうにつられ1位とかなったら役職ははっきり言った方がいいし、言った方がいいと思うよ。じゃないと乗っ取りとか出てくるからね。なんか今日は3番行こう。そうだね、今日は安定進行で3番行くべきな、あ、オッケー、3番行くべきなんじゃないかなと思ってます。で、なんで4番さんがそんなに俺釣りたがってるの正直わかんない。うん、そう、それなんだよ。昨日の発言でさ、4番さんがさ、6番さん芯に置いてるって言ったんだよね。うんうん、正直それが意味わかんないし、6番さんも今日4番さん聞いてきて全く触れずに、いうところ、正直全然怪しいと思ってる。4くらいも全然あんじゃないかなと思ってます。で、5番さんに言われたんだけど、なんで俺そんなに発言伸びてないのに白気してんのかって言われたんだけど、俺グレーの中で言うならば5番さんが一番、発言伸びてたと思ったから俺は5番さんを白気してる。で、一番色落ちてないのが8番1番で、どちらかというと1番の方が黒いかなと俺は正直思ってる。昨日の、だったら自分釣ってくる発言もうそうだし、全くグレーについてもほとんど精査してないよねっていうところで、グレー1で言うならば1番さんが一番怪しいかなと思ってます。で、ライン切ってきたな。時点で8番さんが今のところ一番色落ちてないから、で、ラインで見るんであれば4645あるんだけども、俺は発言的には5番さんが白いと思ってるから、45ラインはないのかなと思ってる。気になるところはやっぱり4番さんがそんなに6番さんをなんで白で置いてるのかなっていうところはちょっと気になったかなっていうところです。今日は3番さんいきます。以上です。そうですね、なんか村のみんなからちょっと容疑者目線に見られちゃってるのがちょっと辛いかな、それだけです。で、昨日はまあ1番さん釣られやすいポジションのまま意見が回ってきてニュートラルに置いて、で、9
9番さんまた1番攻撃再開したんで9番さん確定かなと思って、吊るしたんですが、昨日の投票見ると6番さんと9番さんちょっと同じところに投票してるんで、これ、まあ、6球のラインもちょっと追いながら気をつけたいかなと思ってます。まあ、6番さん発言聞く限り村目線なんですけど、逆にちょっとそこも気になってますね。で、今日はもう3番さん釣りでいいかな。まあ、2番さんが噛まれちゃったんで普通に普通かわかんないけど、まあ、3番さん釣りになるんですよね。はい、俺的に48かなとは思ってんだよね。8番がさ6球と同票、まあ触れる位置ではあるんだけど、って感じ。わかんねえ、こればっかりは。3番のプレイヤーが選ばれました。4が放棄してんな。48だな、これ48のラインあるね。昨夜死んだのは8巻だか。48のラインはおっとく。17がずっと残ってんだよな。これ5オオカミだったらマジ怖いな。ハンターか。5番のプレイヤーは発言してください。聞こえてんの？ねえ、聞こえてる？この下りから入んのやだな。聞こえてる？うん。5番は？おーい、オッケーオッケーオッケー。うん、であればもうこれ17じゃない？で、僕がね、なぜみんなに白置き白置きしてんのか意味わかんないって言ってたけど、白く置かれすぎるとね、噛まれんだよね。うん。だからね、白置きは普通に、みんなからの白置きはマジでやめてほしかった。で、白置きをされているんであれば最後まで生き残りたいっていう思いで僕は、みんなが白く思ってるの意味がわかんないとか言ってたんだけど、うん。で、4があれでしょ？判断でしょ？であればもう17じゃない？で、ここ、4717って今までライン考えられてきた中で、うん、7が両方ともに入ってるから7安定で俺は釣りに行きたい、うん、7釣りに行きたい。で、まあ次はもう1番でしょ。で、6、5どっちか噛まれるって話でしょっていう感じで、もうこれは勝ち確だと思ってるよ。よろしく。6番さんどうぞ。いやーちょっとねー、ハンターしか透けてないからここ1番行きたいんだよね、村人陣営。うん、なんかねー、ごめんなさい、5番さんのことを疑ってるんじゃないんだけど、これマジで7号のラインはないとは思うんだけど、ここ1行かないとまずいよね。うん、あ、じゃあ1号か、1号か、そうそう、1号のラインがあったら怖いから7、5番さん押してきたから1行きたい俺は。うん、分かる、言ってる意味。 OK。 でカリウドはもう死んじゃってんのかな。カリウド出てきたらもうすぐ終わんだけどな。うん、死んじゃってるってことで今日はとりあえず1番行こう。うん、次の日7番、うん、かな、よくわかんない。で5番さんが人狼だったらうまい。うん、1番行こう。グレイチでサイクル上げんならば俺1番、あ、 OK、 よかったよかった。1番さんです。で、5番目線は17ローラーな。なんでそんなに6番さんの仕置きしてないかも正直わかんないし、俺目線1号も全然嬉しい、16も全然嬉しい。これどうする、5、7だったらマジで強いぞこれ。4番さんの話をすげえありがたいんだけどね、4番さんが6番さんの仕置きしてるのも俺正直わかんなかったから、4、6も全然終えたんだけど、まあ昨日の発言で6番さんがフルオープン提案してたんだよ。うん、2日目以降になったら、うんうん、っていうところで俺6番さんは白いなって俺正直思った。で、単体で来るのがやっぱり1番さんかなと思ってる。うん、色いるんであれば俺1号全然あるんじゃないかなと思ってる。初日の、柱発言も正直気になったところだし、5番さんに関しては1番さんについて触れてないね。俺釣りしか押してないってことで、そう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 、うん、まあ発言は伸びてて俺村置きしてたんだけども、やっぱり5番さんも黒いなと正直思ってる。で、やっぱり単体で来るのは1番さんかな、正直グレー。いや7号だったらマジ強えよこれ、全然上げてないしっていうところかな。うん、やっぱここ単体で来る1番さん行くべきなんじゃないかなって俺は正直思ってます。以上、投票を始めてください。いやー1号ラインもあるよな。7号だったらマジ強えよ。7号だったらうまいよ。これ褒めるしかないよね。うん。1番のプレイヤーが選ばれました。どっちなんだろう。夜が来ました。もう負けたんじゃないのこれ。57これ。17なんならライン切りかな、最後の最後で。意外とうまいんだよな、1番。1ならマジで怪しいんだよな。その1の最初のね、あれとね、7のその1に触れない感じがすっごい気になったんだよな。
3番は多分真でしょう。朝が来ました。うん、真だったら違くね。7号昨夜死んだのは5番。うわ、7だ。6番。ってことは3番が今日で、3番が今日で1番が黒で7が黒か。おお、そういうことね。いやー、本当に怖かった。今4番打たれてたら5、7どっちなんだろうってずっと思ってて、で1番と7番が今ラインやっと切ってきたから、うーん、よかったよねってこと。4番さんはもう7しかないでしょ。うん、でも怖いなぁ。1番のその7番飛ばしたところが一番引っかかってて、17追ってたけど、やっぱり17だったねこれね。うん、で7番さんは4番さんの把握漏れしか拾ってない。1番に全く触れなかった。うん、ここでねずっと17のラインを追ってたんだよね。まあ1じゃなかったら、17じゃなかったらちょっと恥ずかしいんだけど、うん、まあ7番さんよく頑張ったよここまで。お疲れ。でもこれもう負け、あ、負け、負けなんだよね。で、4番さんも6番さんの放送見てるでしょ。うん、それでずっと死ぬ気してたの。俺正直分かってたから負け試合だなとは正直思った。で、6番さん今恥ずかしいこと言ったんだけども、17ラインではありません、97ラインですね。うん、1番さん人狼じゃないからね。そこなんかごめんなさい、1番さんと7番さんのラインあったよねみたいな発言したのは正直恥ずかしいなと思いました。まあ4番さんが6番さんの放送見てたから。見てないでしょ。4番見てないでしょ。見てんの。7番さんが言ってる放送とはの何のことでしょう。6番さんなんかやってんですか。ニコニコ動画とかやってんですか。ちょっとわかんないです。どういう方なんですか。ちょっと教えていただけるとありがたいです。ボケツおった。7ボケツおった。7級だったんか。7はこれ人狼ってことだよね。うん、カミングアウトしました今。自己申告したから。うん、どうなんだ。あなたが見てたんだよ俺のことを。見なかったんですか。それじゃすげえなこれ。僕は7番釣ります。ボケツおった。7番バカなんだよな、ほんとに。ああああああ、結果ね、7が見ていたっていうだけなんだよ。うん、7番これはやらかしたでしょう。なんだ、17じゃなかったんだ、97だったんだ。6、7は6を噛むべき。なるほど。9が人狼を笑った。